MHF チャンネル、チュクチュク、いらっしゃいませ。ミュージックハウスフレンズです。いつもご視聴、ご愛顧、感謝感謝です。皆様のいいね、コメント、チャンネル登録が本当に支えになっております。当店はこれからも DJ さん、ドラマーさんはもちろん、音楽を愛する皆様のために活動を続けていきたいと思いますので、ぜひ応援お願いいたします。我々もやはり皆さんにご購入いただいた機材をとことん楽しんでいただきたいので、DJ のスクラッチ講座やドラム講座などもアップしております。概要欄に再生リストがございます。ぜひご覧ください。すいません、前置き長くなりましたが、今回の本題、DJ が必ず上手くなる方法、こちらをご紹介していきたいと思います。今回は上手い DJ さんじゃなくても、どんな DJ さんにも有効で DJ が必ず上手くなる方法です。自分はセンスやテクニックないしななんて考える必要はありません。最初から DJ のセンスや能力がある人なんてそうそういるもんじゃございません。どんな方でも必ずできる練習方法をご紹介していきます。この動画を見たら必ず上達いたしますのでご安心ください。ではまず用意するもの、スマホです。まあなんだスマホかっていうことかもしれないですが、手軽に本当にまあ誰でもほぼ持っているもので確実に上手くなる方法っていうことで、まずスマホを選定いたしました。まあできればこういうまあスマホスタンドっていうのがあると、まあ100均でも今スマホスタンドとか売っておりますので、まずそれを用意と。あとできれば録音機材っていうのがあると大変便利でございます。それらを使いまして次、とにかく練習の様子をこの録画とか録音とかしまくるとっていうことでございます。まあ、そんなの知ってるよ。そんなの当たり前じゃねえか。お前、釣りのタイトルかよ。っていうことでおっしゃられるかもしれませんが、これが一番もう最速で上達する方法っていうことの近道っていう結論なんでございます。で、まず、撮ったものを、まあ、しっかり分析すると。っていうことで、自分の弱点を分析することができる。まあその弱点の見つけ方としてましては、スクラッチであれば、どこでどのタイミングでフェーダーが遅れていたりとか、この連動するタイミングがどう遅れていたりとか、まあそういうところを注視してみたりとか、その分析、弱点の分析、どこがどう自分がダメなのかっていうところはすごく分析できるので、まあその動画で撮ったりとか、音声だけ撮ったりっていうのが、ものすごく重要になってきます。ミックスであれば、まあミックスする場所、まあそのミックスしたものを後から撮って、ミックスした場所がここが適切でかっこいい場所なのかとか、フェードインフェードアウトのそのタイミングっていうのも録画をしておくともっとわかりやすくなってきたりとか、あとは音がぶつかる EQ のタイミングとか、そういったところも録音することによって、まあお客さんの立場で冷静して分析することができますよと。次の曲まで長いなとか、そういう部分があったりとか、まあ録画しといてちょっとわちゃわちゃしてるタイミングっていうところとかは、まあ再生リストの整理とか、キューポイントが適切に打たれているとか、そういったところを注視してやっていくことで、もう目覚ましい向上が見られるっていうことが実際ありますので、ぜひここのポイントをチェックしながら録音をしてみて分析をしてみてくださいと。そういったものをプレイ中に、まあ自分の思うがままやるのももちろんいいんですが、もう最後自分のプレイを冷静に分析して聞くっていうところで、まあ本当にいい部分悪い部分が見えてくると。著名な DJ さんもやっぱそれで練習してるっていうこともあるらしいので、私もその練習で上達しましたっていうところで、あとはまあ録音方法、まあスマホで録音、もうスマホスタンドで録音するっていう方法も一応あるんですが、DJ アプリに録音機能もついておりますので、それでバシバシもう思うがまま練習しまくって撮りまくったものをもう一回聞く、まあスマホで聞くっていう手もありますので、ではまず定番のセラートからちょっと録音方法をご紹介していきたいと思います。はい、セラートであれば、レックボタンがこの辺に出ますので、このレックボタンを押して、レックを開始すれば録音されますので、それでファイル、まあ保存場所、まあ最初に決めておいて保存したものを iTunes で、スマホにインポートしたりとか、サウンドクラウドにアップロードすれば自分のミックスが聞けますよと。それで自分の弱点を見つけてくださいということですね。レコードボックス立ち上がっております。で、ここにレックボタンが
表示されますので、これをポチッとやっていただくだけで、レコーディングが開始されます。まあ、意外とその場所がどれなんだっていうのを迷うときありますので、レコードボックス以上でございます。次、トラクターを。はい、トラクター立ち上がりました。トラクターはこの右上の部分ですね、オーディオレコーダーっていうのがございますので、まあ、音量調節、あんまりこのピークをいっちゃってると、音が割れてしまうので、そこはご注意いただいて、そこの原因調整っていうのもついておりますので、セラートとレコードボックスは自動で調整できたりしていますので、トラクターはここレックボタンを押して、細かい調整もできますよとっていうことですね。次、スマホでも今超話題の DJ に移りたいと思います。アルゴリズム社の DJ でございます。DJ の場合は、ここに録音レックボタンがございますので、ここをポチッとやっていただけると、録音が開始されますよ。これ、Spotify を使う場合は、録音ができなくなってしまうので、その場合は、当社で作った Spotify の場合の録音方法っていうのを概要欄に貼っておきますので、それをご覧ください。やっぱりこの DJ の魅力というのは、もうスマホでできるというところが魅力なので、スマホの方も、まあ、この真ん中をポチッと押すことによって録音が開始されます、練習が分析できますよということでございますね。アプリの録音をご紹介したところで、もうアプリ以外のそのパイオニア DJ ミキサーをお持ちであれば、まあ、パソコンの負荷をかけることなく、別撮りでレコーディングもできますので、まあ、対応機種が限られるんですけど、パイオニアの今現状ですと DJM の V10、DJM ツアー1、めっちゃ高いやつからですけど、あとは DJM 900ネクサスDJM750 MAX、DJM450。もうこの機種をお持ちであれば、このライトニングを挿して、あとは DJM REC っていうアプリを使っていただければ、お手軽にすぐポチッと押していただいて、録音が開始されます。で、それで、アップロードも簡単にできます。まあ、しかし、これちょっとお高いミキサーばっかりご紹介しましたし、今既存のミキサー対応してないよとかあると思います。秘密兵器ございます。これ DJM REC っていうのに対応してなくても、こちらで EverMix というものでいけます。これしかも Android にも対応しておりますので、この状態で EverMix と専用ケーブルで挿していただいて、赤白のケーブルとこことここに挿してもらいますと。アウトがですね、これ複数あるミキサーじゃないと、これスルーアウトがついてないので、ここ仲介してここを出すってことができないので、このレックアウトっていうところに挿してもらってやるしかない。まあ大抵のまあミキサー2つあると思うので、コントローラーはちょっと難しいですね。コントローラーの場合はちょっとお安いミキサーとかがあるとできますので、それをお使いください。接続を完了して音量が入ってきますと、こういうことで音が触れまして、これでレックボタンを押したらすぐできますよと。非常に簡単でございますっていうことで、必ず上達しますよという感じでございます。意外とやってない方も多いので、どんなスポーツであったりとか他の楽器であったりしても、やっぱりその録音して録画して分析っていうのは非常に大事でありますので、これを絶対すれば本当に絶対上手くなりますので、ぜひ試してみてください。もし試されてない方見えましたら試してみてください。いかがでしたでしょうか。今回の動画もし参考になりましたら、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。今回、こういう感じで動画作らせていただきましたが、次、また企画考えておりますので、また続きも見たいなって方はチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんの知りたい情報をより良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けするよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、ご質問感想など今後の動画制作の参考にさせていただきますので、ぜひコメント欄にお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram もやっております。ぜひフォローお願いいたします。 LINE アットでは、これから音楽を始める方へのご支援として支えながらクーポンも配布させていただいております。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。